おはよう、みんな。うん、おはよう、しほちゃん。いよいよだね、全体練習。なんだか緊張するね。みんなで合わせるの久しぶりだから。私も昨日ドキドキしちゃってあんまり寝れなかったよ。ここまで練習頑張った分、今日バッチリ合わせられるか心配だったっていうのもあるけど、でも何よりみんなで演奏できるのがすっごく楽しみだったんだ。早くやろやろ。サキ。ふふ、サキってすごくメンタル強いよね。ミクの言う通りだな。私だってすごく緊張してるのに。この合わせでライブの仕上がりが見えてくる。みんなもこの特訓で鍛えたありったけをぶつけてくるはず。だからこれが本番だと思って全力でやろう。それじゃあ、私たちがここで見させてもらうわね。みんなの合わせを聞くのは久しぶりだから、楽しみだね。本当に緊張する。この感覚、いつぶりだろう。ドキドキとワクワクが混ざり合ってて。そうだ、初めてみんなで合わせた時もこんな気持ちだったよね。本当に演奏がうまくいくか不安はあるけど、今は楽しもう。精一杯練習したことを全部出して、全力でやりきろう。始まった。一花の高音すごく力強い。キーが高いと細くなりがちだけど、ちゃんと声を張れてる。それにドラムとキーボードのリズムも合ってる。今までとは違う。二人ともすごく練習したんだ。みんな、私が想定してたレベルは超えてる。超えてる。けど、どうしよう、しほちゃんのベースやっぱりすごい。すごいだけじゃない、私たちよりもずっと上にいる感じがする。このままじゃダメだ、やっぱりしほには追いつけない。でも私はこんなバラバラな音じゃお客さんの胸に響かせられるような演奏はできない。でも大丈夫、まだ本番じゃない。みんなここまで上手くなってくれたんだ。だから本番までにもっと必死に練習して詰めていけば。みんなみんなすっごく頑張ってた。リチはギター弾きすぎて指切っちゃったりしたし、コナチもスティックにひび入っちゃったみたいだし。珍しいでしょ、いつものさっきならのみのみでお菓子ライムに入るとこなのに。ごめん、急に動いたからフラフラしちゃったみたい。これ以上頑張ってって
言うも誰も手を抜いてない。それどころかみんなはできることを全力でこの数週間やってきた。一花も咲も花見もこの集中特訓でかなり無理をさせてきたから、いつ倒れてもおかしくない。これ以上無理させられない。だからといってこのままバランスの悪い音でステージに立つわけにもいかない。私たちは自己満足で音楽をやってるわけじゃない。聴いてくれる人たちに曲を届けるためにやってるんだから、ちゃんとステージで成立する音にしないと。だから私がみんなに合わせて。確かに私たちの演奏は志保と比べたらまだまだだよ。本当にまだまだだけど、それでも本気でやってほしかった。そのために今まで練習してきたんだから。いちか、あ、私は志保っちの気持ちわかるよ。きっと、しほちが全力でやっても浮いちゃうからって。だから、全体のバランスを考えたんだよね。私も、この前のしほちのベース聞いたとき、そうなっちゃうんじゃないかって、ちょっと思ったから。そっか、凛はあの時こうなるって分かってたんだ。ごめん。でもみんなも演奏してて気づいたでしょ、私たちの音全然バランス取れてないって。それは今のままじゃいい演奏ができない。だから私が合わせた方がいい。その方がみんなのためにもなるんだから。そんなの、私たちのためになんてならない。私たちのためを思ってるなら、全力で演奏して。そうしたら、私たちが、志保の演奏に追いつくから。そうだね。志保ちゃんと私たちで、演奏のレベルが違うっていうのは最初からみんな分かってたと思う。だから今回の特訓で頑張って追いつこうとしたんだけど、よく考えたら志保ちゃんも同じくらい頑張ってるんだから、その差を縮めるのは難しいよね。でもそれでも私は志保ちゃんに全力でやることを諦めてほしくないと思ったよ。うん、私も。あのね、実はこの前志保ちゃんが練習してるとここっそり覗き見しちゃったんだ。その時の志保ちゃん、全力でベース弾いててすっごく楽しそうで、あの志保ちゃんとベースの音が忘れられなかったの。それで、今やった志保ちゃんのベースの音も、その時と同じで、すっごくワクワクしたんだ。だからね、このワクワクは、レオニードにとって、必要なものだって思ったんだ。だって、私たちは今まで、そういう気持ちも音に乗せてきたんだから。だから、絶対に諦めちゃいけないものなんだよ。だけど、今のままじゃ。難しいことなんて、みんなわかってるよ。今の私たちが志保に追いつくためには、睡眠時間も削らなきゃいけないし、食事の時間だって、
もったいないくらいかもしれない。でも、それでも、私は本番まで、志保を追いかけたい。簡単に言うけど、言うのとやるのは全然違うよ。今までだって一切妥協しないで、私たちにできる限りの全力の練習をしてきた。それなのに、これ以上やるなんて、もし本番までに誰かが倒れたら。倒れたっていいよ。だって、やりきらない方が絶対後悔するから。そうだね。それに、もともと私たちはそういう覚悟で練習してきたんだもんね。それでも届かなかったら、本当に私たちの実力不足だと思うし、そんな私たちを、しほちゃんが心配するのも仕方ないと思う。でも、今度こそ心配させないようにするから、しほちゃんは、前を見て走り続けてほしいな。うん、そうだよ。今はしほちゃんが、ずーっと前を走ってるけど、ここから私たちが、ピューンって追いついてみせる。それで、ライブの日には、きっとしほちゃんの隣に並ぶから。そしたら、みんなで手をつないでゴールしよう。昔みんなでやった、かけっこみたいに。みんな、そんな簡単にできることじゃないって、言ってるでしょ。でも、みんなはいつだって、私についてきてくれる。バンドを組む前、難しい曲ができたらって条件を出した時も、私がプロになるかどうか悩んでた時も、それに、今だって。そうだ。私、こういうみんなだから。こうやって、いつだってまっすぐなみんなが好きだから。このメンバーで、プロになりたいって思ったんだ。他の誰でもない、この4人で。どんなにゆっくりでもいいからって。でも、みんなは、私に追いつこうとしてくれてる。私に、遠慮しなくていいって言ってくれてる。それなら、それなら、私も、またみんなで走るのも悪くないかもね。あ、しほちゃん。ごめん。私、みんなの本気を軽く見てた。みんなは今日までも一生懸命だったのに、私が信じきれてなかった。だから、私も全力でやるよ。それで、ライブでは必ず最高の演奏をしよう。志保。それじゃあ、いつも通り練習に戻る感じかしら。はい。でも、パート練習に戻ってる暇はない。ここからは何度も合わせて、みんなの技術レベルを引き上げるよ。私の音に、全力でついてきて。みんな、元気になってくれてよかった。正直私ね、この前、ガイドミート担当間違えた日に、しほっちの演奏を聞いたとき、どうしようって思っちゃったの。このまま、しほっちが全力出せなかったら、レオニートの演奏じゃなくなっちゃうって。でも、どうしたらうまくいくかわからなかったし、いいアドバイスが全然思い浮かばなくて。わかるよ。俺もあの時、そう感じたから。でも、あえて俺が言葉にしなくても、今のみんななら乗り越えられると思ったんだ。みんな、どんな時でも諦めなかったし、
いつもお互いのことを思ってたから。ああ。前、リンが歌ってるのを聞いたとき、すごく高音が力強くて、綺麗だって思ったんだ。あの、天井を突き抜けるような声の出し方を教えて。今回の曲はいつもより高めのパートもあるから、歌い込んで慣れていきたい。そうじゃないと、自信を持ってステージに立てない。それに、歌もギターも、志保の演奏に追いつけないから。そっか。そういえば、あの時からイッチーは、志保っちの演奏に追いつきたいって言ってた。カイトニーも、それを分かってたから、止めなかったんだ。ふふ。何？突然。うんうん。やっぱカイトニーはすごいなーって思って。でも、本当に。これで、絶対うまくいくね。